川智美です。さあ今回は新長田にやってきました。この新長田ですごいディープな多国籍グルメが食べられるっていうことなんで、今回は海外旅行気分で食べ歩きをしていきます。じゃあまずはずっと気になってたベトナム料理のお店に行きたいと思うんですけど、そこがなんか日本人入っていいんかなっていうぐらいのなんかディープさでちょっと入るのに勇気がいるんですけど、気になってたんで行ってみたいと思います。今トモモグ見てますよっていう視聴者さんに出会って、実物より可愛いですねって言われました。もう同じこと何回も言った4回は言うたで、今実物より可愛いって言われたって、うん、それぐらい嬉しかった。今日だって妹からなんでそんなデブなんて言われたから、ショック受けてたらそうやって言われたからめっちゃ嬉しい。ほんまに遠くから見たらマジでやばいねって。遠く行ってあかんわ、逆光で見えにくいわ。逆光よかったわ、それやったら。他にもいっぱいベトナム料理あるんで、あの次に気になってたところに行ってみたいと思います。あったあった、このお店。やってきたのはサイゴンチュンハイ、本場南ベトナムの家庭料理を食べられるお店。もともとはベトナムのサンドイッチ、バインミーと生春巻きの2品のみでスタート。その2品が巷で話題になり、少しずつバージョンアップし今の場所に移転したそうです。まずはスープをそのまま飲んでみて、でその後にライムを絞ってくださいってことです。甘味噌とチリソース途中で足していくと味変していくらしいです。レアにしたんでスープでお肉に火が通ってる感じです。おー、おいしい。めっちゃあっさりしてる。なんか山登りしてる最中でも飲めるスープこれ。どういうこと？それくらいあっさりしそうってこと？めちゃくちゃ美味しいです。美味しい。めちゃくちゃさっぱり。味変でチリソース。辛結構辛いな。あ、美味しい。こうやってブレンドして自分で好きな味作ってたいんやな。あ、全然味違うやん。チリソース美味しかったからチリソース多めに入れようかな。かチリソース加えるだけでなんか急に味がなんか変わるような。うん、あ、ちょっと待って、チリソース美味しいな、やっぱり。タレは2種類、自家製味噌ダレと自家製ニョクマムです。めちゃくちゃ大好きな生春巻き。味噌から、めちゃくちゃうまい。中身こんな感じ、パンパンにトマト。ほら裏にもエビ入っとうし、表にもエビ入っとう。パクチーも出てきた。めっちゃ美味しい。生春巻きってさ、多分100本いけるよなぐらいが美味しいよな。途中でチリソースプラスして美味しい。もう全体それ美味しい。すればよかった。美味しい。そんな食べかけのやついらん。ベトナムのサンドイッチバインミー、店員さんがチャーシューバインミーが一番おすすめですっていうことでこちらにしました。まあ、いいしてって
ツイトン、ツイトンって言ってんさっきから勝てなった、勝て、ついたさあそれではバインミーに戻ります。中身が焼き豚、レバーパテ、キュウリ、ナマス、パクチーとめちゃくちゃ具だくさんです。あ、顎外れそう今ちょっとギュッてする、そうかギュッてするもん、顎グギッて言ったあのさ、チャーシューがなんかちょっと甘辛い感じ、野菜のシャキシャキ感と、なんかこのパンも美味しいし、パクチーが後からガツンときて美味しい。どうでしょう、うん、最後一口、全部飲んじゃった美味しかった。ベトナム料理めっちゃ美味しかったです。バインミーめっちゃ美味しかったな、うん、バインミーも美味しかったし、フォーもなんかすごい優しい味やけど、いろいろ自分で好きな味に変えてったらなんか結構辛くなったりとかもして、なんかすっごい食べやすくって美味しかった。でもめちゃくちゃ美味しかったわ。生春巻きも美味しかったし、やっぱベトナム料理好きやから、この新長田エリアはいろんなそのベトナムのお店があって、でそれぞれでなんか味が違うらしいからいいね、やっぱりこの辺でベトナム料理の食べ歩きは、うん、じゃあ今から行くのはちょっとさらにディープなところで、私がずっと気になってたミャンマー料理のお店に行きたいと思います。でそれに行くのはここ丸子市場です。あ、のれんが出てるわ。これやってきたのはミャンマーカレーテテ。バックパッカーとして訪れたミャンマーに惚れ込み、現地で長年生活をした店主が現地の味を日本で再現。店内は異国情緒にあふれていて、ミャンマーの雑貨やアパレル、写真集などが並んでいます。あんまり見慣れへん料理が多いなって思ってたんですが、妹曰く小学生の時にミャンマーの人と一緒に調理実習したって言ってたんで、もしかしたら私ミャンマー料理食べたことあるのかもしれません。すごいな、初めて食べるというか想像がつかへん。これはサンモサ、これがラペとお茶の葉のサラダって書いてある。初めてのミャンマーカレなんか今まで食べたことない感じのカレーだね、やっぱり。うん、おいしい。玉ねぎの優しい味。うん、最後ちょっとピリッて。すごいニンニクの香りやな。すっごいニンニク効いてパンチのある味、ニンニクの辛さやな。でもナッツがあるから美味しいな、なんかこのナッツの甘みがあって、ニンニク好きやからめっちゃ美味しいわ。サモサこれにつけて、
カレー味めっちゃ美味しい。これじゃがいもがいっぱい入っとる。お茶の葉コメントしていいか分からへん。なんかめっちゃ美味しいねんけど、味の濃いサラダみたいな。何て言ったらいいか分からへん。難しい。これちょっと噛み続けたらお茶になるんかな。なんかちょっと味濃いめなのな。分からへん。この多国籍もええわ。うん、美味しいやろ。うん、ナッツが入って、ナッツが効いて美味しい。このサラダはミャンマーではメジャーな発酵させたお茶の葉のサラダで、ミャンマーでは日常的に食べる習慣があるそう。お茶の葉もミャンマーから取り寄せていると店主さんが言っていました。日本ではなかなか食べられない味に感動しました。最後の一口いただきます。ミャンマー料理初めて食べたんですけど、めっちゃ美味しかったです。なんか暑い国やから発酵させて作ってるって言うとったな。発酵食品をよく食べるって。だからなんかお茶の葉とかもなんか発酵してて、やから結構なんか濃い味がするって言ってて、なるほどなと思って。やっぱりなんかその国によってその国の気候が違うから、やっぱそれで料理も変わってくるんやなと思って、なんかへーって思いました。めっちゃアホみたいなコメント。トモモグ、じゃあ最後は韓国で締めたいと思います。今から焼肉屋さんなんですけど、キンパがすごい美味しくて、そこのキンパをお持ち帰りで予約したんで、それを取りに行きます。やってきたのは焼肉阪神。キンパすごい海苔のいい匂いがすんねん。あったかいわ、出来たてやから。こんな感じです。なんかさ、それよりさ、もうちょっと真ん中の美味しそうな部分食べたら。美味しい。うん、うん、美味しい。ごま油切り通し、たくあんとかきゅうりとかいろんな食感合わせてめちゃくちゃ美味しい。やっぱこの韓国のりが効いてるよな。阪神はすごい焼肉も人気で、安くってで量も多くってで美味しいっていうので、めちゃくちゃ人気ある焼肉屋さんやけど、このキンパが美味しいから今回はちょっと初めてお持ち帰りをしてみました。これはパクパク食べられるやつや。今日さ3つ食べたけど、どれが一番美味しかった？バインミ。でもミャンマーも結構もっと癖強いかなと思ってたけど、そこまで辛くなくて美味しかったし、バインミも美味しかったな。うん、めちゃくちゃ美味しかった。トモモグ、最後まで動画をご覧いただき本当にありがとうございます。今回はベトナム、ミャンマー、そして最後韓国をご紹介したんですが、まだまだ気になるちょっとディープなお店がたくさんあるので、また機会があったらこの永田のディープな多国籍グルメをご紹介したいと思います。いつも動画をご覧いただき本当にありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。電車通り過ぎて返しよう。多国籍料理が食べられるっていう聞いたわ、戻ってきた。お湯で火がお湯ちゃうのスープやな。返したいと思います。いつもいける、いくね、うん、はい、続きからな、うん、今回はベトナム、今回は今回はグダグダだよ。トモモのモグ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 プ、モグモグプ、モグモグプ。